どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回のお話を聞くと、まあ、単純に無駄な出費が減ると思います。まあ、タイトルにあるようなことについて僕なりの体験談だったり考えっていうのをシェアしていきますので、もし興味がある方は最後まで見ていただければ嬉しいです。で、僕小学校の時からずっと両親だったり先生からですね、もうとにかく勉強しなさいと。で、勉強して、いい高校に入りなさい。で、いい高校に入って、いい大学に入って、いい会社に行きなさいと。で、そこで、高いお給料をもらいながら、家族を養いながら、定年をして、第二の人生を歩みなさい、みたいな。そういうのが、なんか素晴らしい、いい人生なんだよっていうふうに、もう散々刷り込まれてきたんです。なので、まあ、それが当然だな、というふうに思って、高校受験、大学受験、そして就職活動を経て、会社員になったわけなんです。けども、それと同時に、僕の中で、なんかその当時ですね、こう、スペックが高い人間みたいな、そういう言葉がものすごい流行ったというか、まあそれはでも昔もそうでしたよね。産経とか言って、高身長、高学歴、高収入はモテる。まあそれはすごくもうわかるんですけども、僕のたちの場合はなんかスペックが高いのがいいみたいな、いうふうな風潮がすごいありました。高校から大学行くときに会社員になったり、大学から社会人になるときに起業したりとかっていう人は僕の周りではほぼいなかったです。なので、まあ例外なく高校、大学、会社みたいな感じでフューって行ったわけなんですけども、なので僕もスペックを高めることにすごいなんか躍起になってたというか、それがそこを高めるのがいいんだなっていう風な感じで日々過ごしてたんです。で、その時の僕には全然わからない、理解できなかったですけど、実際会社員になっていろんな人と話すようになって、高校卒業でも会社の社長としてもバリバリに結果を出している人とかもいっぱいいたんですね。で、その中の一人に、なんか僕がこう叩き込まれたとか、もう教えてもらったというか、まあ単純に怒られたみたいな感じなんですけども、その教えてもらったことを今回この動画でシェアしていこうと思います。自分のその見栄を捨てていったらですね、もう仕事だったりとか、経済的にもこう良くなって改善されていったっていう経験がありましたので、そのポイントをですね、ちょっと簡単にシェアしていこうと思います。で、じゃあそもそも見栄って何かってことなんですけども、見栄って聞いてどういうことを想像するでしょうか。僕の場合はなんかこう自分を着飾る鎧のようなものっていうイメージがあります。その鎧をいかにかっこよく、そして頑丈にしていくかみたいな、そこがなんか見栄なのかなっていうふうに思ってます。で、コトバンクさんでその見栄っていうのを調べると、他人の目を気にして上辺外見を実際よりよく見せようとする態度ということで、まあ実際よりもよく見せようとする、まあそれが見栄なんだなっていうことですね。例えば、まあ、僕たちの周りを見渡してみた時に、本当にそのブランドが愛してるならいいんですけども、その見栄でブランドものを固めてる人だったり、あと部屋に行ったらまあ、自慢するためかどうか分かんないですけど、そのコレクションがブワーってあったり、あとよく言うのが身の丈に合わないやつを持ってたら、まあ、見栄っ張りだねって感じで言われてると思います。で、僕もやっぱ社会人になってからもやっぱ見栄っ張りなところがあったので、品川駅から徒歩4分のマンションに住んでましたけども、実際のそのマンションの建物のその物件の価値的なものは全然良くなかったですね。で、その後は渋谷の初台っていうところのマンションの上の方で、もう視界がバーンって開けてる、いいねっていうところがあったんですけども、そこに住んでて、まあ僕が一人で住むには結構広すぎる感じだったんですよ。で、家賃もかなり高かったので、なんか毎月家賃高いな高いななんて思ってました。でも、そこに住んでて他の人って誰も来ないですからね来なかったですから、そう今思えば意味なかったなって思いましたね。その時ぐらいから、あ、僕の部屋には誰も遊びに来ないんだなっていうのを悟りまして、じゃあもう自分の身の丈に合ったっていうか、その自分が一人暮らしするにはちょうどいいぐらいのサイズ、コンパクトなところでいいじゃんっていうことで、まあここに引っ越しをしてきたんです。まあちょっとここに関しては古すぎっていうのはありますけども。で、そしたらもう家賃が半分ぐらいになって、ものすごい生活コストがこう下がって、で、いろんなことに浮いたお金でいろんなことにチャレンジができて、そして今もこういう風になってるっていうのがあると思います。すごく楽になりました。いい意味で他人の目を気にしなくなりましたし、その自分がやりたいことにフォーカスできているので、もちろんそこでも結果が出ますし、見栄を捨てていった方が身軽になる人も多いんじゃないかなというふうに思いますので、今回は僕が教えてもらった見栄の捨て方、断捨離の仕方みたいなのを、まあ一つだけシェアしていきたいと思います。なんかそれも僕もこれだけやっときゃいいからっていう感じで言われたんで、はい、じゃあいきます。で、それは毎日お金を何に使ったのかっていうのを、まあ、管理をしていくわけなんですけど、その中で、あ、これ、かっこつけ費だったなっていう思うものにチェックをしていくっていうやつなんです。そう。要するに、自分のかっこつけ費を
把握するっていうことですね。で、なんでかっていうと、その自分の身の丈に合わないような、そのいいものだったりいい環境にお金を使っている人は、後々こうなんかお金に苦しんじゃう人がすごく多いようです。見栄とお金っていうのはすごく密接に関係しているみたいなので、そのお金の使い方を変えると見栄もその手放せるようになるよっていうことらしいんですけども、で、僕が教えてもらったことが、その毎日何に使ってるかっていうのを書き出して、で、その中で見栄を張ったなーって思うものにチェックをしていきなさいということを教えてもらいました。あ、これカッコつけるためにお金使っちゃったなだったり、あ、これちょっと見栄を張るためにおごっちゃったなみたいな感じでこうチェックをしていくわけなんですけども、そうすると徐々にカッコつけ費用っていうのもどんどん減ってって、そしてお金も貯まって、それは好きなやりたいことにお金を使えて、で、そこで結果が出て自信がつくので見栄を張る必要もなくなるっていう感じらしいんです。そう、なので、まあ僕もまだまだ全然できていないですし、まだちょっとこう見栄の身の字がこうむくって出てる時もあるんですけどもまあでもこれもそうなので、これからちょっと皆さんと一緒に、あの、僕もどんどん見栄を断捨離していこうと思ってます。はい。なので、今回この動画を見ている人の中で、なんかすごいお金をいっぱい使ってるんだけども、なんかこう心が満たされないなとか思っていたりする場合は、その他人の目を気にして、もしかしたらこう 無意識のうちにこう見えっぱりになってる可能性もありますので、まあ今回この毎日お金を何に使ってるのかなっていうのを書き出して、その中で、あ、これカッコつけたなとか見え張ったなって思うものにチェックを入れてみてください。あ、そうそう、ちなみになんですけども、ハービーさんという方がなんか僕についての動画を撮ったみたいなんですね。いやー、嬉しいですね。ちょっとなんかこっぱずかしいので、ちょっと全部見れないんですけども、後でゆっくり見させてもらいます。なんかミニマリストになってこういう風に変わったよ、みたいな感じで言ってくれてるので、まあもしよかったら皆さんチェックしてみてください。嬉しいですね。ありがとうございます。僕もまだまだですけどね。ということで、まあ今回はその僕が見栄を断捨離したら、こんな変化がありましたよ。で、やった時のポイントはこれですよっていうのを、まあ簡単にシェアさせてもらいました。偉そうに言うつもりはないんですけども、まあ今回の動画で一人でも多くの人の参考になってくれたら嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。